南区宇品西地区で正月の伝統行事とんど祭りが16年ぶりに復活し、およそ500人が集まりました。新しい取り年を迎えましていただきたいと思います。ありがとうございました。去年7月にザウルス夢公園のオープンを機会に、地元の社会福祉協議会や子ども会など10団体が実行委員会を作り、今回の復活にこぎつけました。宇品は特に昔からの住民と新しいマンション等に入られた住民の方が混在しておられるわけですが、伝統行事をですね、復活することによって、そういった地域が一体化なる一つのチャンスじゃないかと思っておりました。祭り前日に高さおよそ8メートルのトンドを実行委員会が組み立てました。当日は雪が降りしきる中、参加者がしめ縄や書き初めなどを持ち寄り、やぐらにかけていきました。ご利益がありますように。点火を前に宇品地区の氏神様である神田神社の宮司による神事が行われました。ご神灯の火を宇品小学校の児童ら10人に配り、やぐらに点火しました。下の方から、下の方ちょっと下がってもらって、トンドが大きく燃え上がると、参加者は無病息災や家内安全を願いました。会場には岸田文雄外務大臣が訪れ、皆さん一人一人が元気で心豊かに過ごせるよう祈っていますと挨拶しました。寒いんですけど、暖かかったんで良かったです。家族元気で過ごせたらいいなと思います。やはりこういう昔の行事があるということはいいことですよね。私はもう80過ぎてるんですけど、大変立派なトンドをやってもらいまして、本当に嬉しいです。ありがとうございました。会場で人気を集めていたのは、宇品親父の会のメンバーが作った豚汁やぜんざいです。16年ぶりに復活したとんど祭りは、参加者らによって地域との交流を深める行事となりました。はい、どうぞ。こんなに、たくさんの人がいらっしゃって、普段あまりこう交流とかがないので、すごく今日は楽しかったです。こんな街中でトンドができるっていうのがすごく嬉しくて、ちっちゃい頃思い出しました。皆さん口々にです、よかったと言われて、苦労の甲斐がですね、 あったように私感じておるところです。これだけの反響が良かったのでですね、これは一つ実行委員会も継続して、もう早速来年に向けてですね、皆さんのご期待に添えるよう準備を整えていきたいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。府中町南部老人クラブ連合会の新年御礼会が府中南交流センターで行われました。交流と親睦を深めることを目的に毎年行われ、節目の50回目を迎えました。12団体で構成される連合会の会員と、3年前から世代間交流を深めるため、地域の住民らを加え、およそ120人が参加しました。どなたでも来て、近所の子どもさんでも顔なじみになる、年寄り同士でも
一人暮らしでもこういうところに来て楽しんでいただくという目的でこれを続けております。ステージ発表ではおよそ30のプログラムが組まれ、カラオケや日本舞踊などが披露されました。去年の6月に就任した佐藤信春府中町長も参加し歌声を披露、会場を盛り上げました。今日はね、南部老人クラブ連合会のこういった新年御礼会で、以前から一度歌えと言われておりまして、今日約束を果たせて本当に今ホッとしてます。児童センターバンビーズの0歳から12歳の子どもたちがスプーンや箸を使って豆をお皿に移すゲームに挑戦しました。子どもたちの元気な姿に大きな拍手が上がっていました。かわいいね、うん、子供を見るとね元気が出ますよ。子供をね、小学生と声掛け合うのが一番元気の秘訣です。はい、うちのね町内会から小学生が来とったんですよ。いつも顔見知りですからね、名前呼んでくれました、私の。まあ新年早々楽しいね集いで満足しておりますよ。まあ、みんなそういう趣味の世界で生きるのがいいんじゃないですか。今日来ておられる方、一生生まれる方、94歳ぐらいの方がおられます。どなたでも来て、近所の子供さんでも顔なじみになる、年寄り同士でも一人暮らしでもこういうところに来て楽しんでいただくと、来て話することがと笑うことが一番健康じゃないかと思います。そういう場を提供するのを我々の仕事じゃないかと思います。続けてやっていきたいと思います。1月15日、安芸区の緑坂中央公園で緑坂町内会のとんど祭りが行われました。この日、公園内には30センチ以上の積雪がありましたが、朝早くから緑坂小学校の親子会や町内会の老人会、ひまわりの会が甘酒やぜんざいを準備しました。夢の楽しい鎌倉。これだけの積雪があるのは珍しく、子どもたちはとんどが始まるまでの間、雪遊びで楽しみました。また、ひまわりの会が中心で準備した餅つき体験にも、たくさんの子どもたちが参加し、盛り上がりました。昼12時、いよいよとんどに点火です。町内の年男、年女の人たちが前日から準備したとんどに火をつけました。竹が燃えるときに空気が抜けるしし落としの音が響き、町内の人たちは今年の無病息災を祈りました。年女の3人娘さん、年女じゃからうちら3人私らも今年元気におらんねんけど、もよくない。
府中町の地域リポーター上田邦明さんからとんど祭りと縮景園の梅の映像です。まずは梅から。撮影したのは1月6日、縮景園ではすでに梅が咲き始めていました。もう春が来ていますね。原爆ドームや宮島などでは今大勢の外国人観光客を見かけますが、この日の縮景園も外国人観光客が非常に多かったということです。また結婚式用の前撮りでしょうか、清掃したカップルもいて梅林にぴったりでしたということです。1月9日に府中北小学校区の7つの町内会合同のとんど祭りが行われました。とんどは正月の松飾りや書き初めなどを持ち寄って燃やし、1年間の無病息災を祈る行事です。撮影した上田邦明さんによりますと、この日は少し風が強かったということですが、何事もなく無事に祭りは行われ、とんどの日で餅を焼いて、今年の健康と安全を祈願したということです。